ニコラ・ピンナは、イタリア生まれの騎手である。2004年に、イタリア騎士免許を取得し、有力旧車との契約がないフリーランスながら、2009年は134勝2010年は148勝で、イタリアリーディングジョッキーランキングで2年連続3位となる。2011年に5月7日から7月3日までの JRA 短期免許を取得。 5月7日の東京第1レースで JRA 初、騎乗。5月8日の NHK マイルカップで重賞及び G1 初騎乗。5月14日の京都第12レースで初勝利。約2ヶ月で11勝を挙げた。同年秋に10月1日から10月30日までの短期免許を取得して再来日。短期免許最終日に行われた。 天皇賞を当選上段騎場で勝利し、JRA 重賞及びジラグ一発勝利を飾った。これまで大レースでの勝利はなく、自身にとって G1 発勝利でもあった。秋は約1ヶ月で7勝を挙げた。同い年のイタリア人騎手で友人でもある、ウンベルトリスポリに招待されて日本の競馬を観戦したこと、リスポリの日本での活躍と来日の進めなどに、 触発され、日本での帰還を決意したという。リスポリには、腕っぷしの強い、オエルジョッキーで、日本のダートでは、自分より稼ぐと思うと評されている。なお2014年現在は、リスポリと共に、香港で帰還中。ありがとうございます。